日本共産党の田村貴昭です。一連の大雨台風災害によって犠牲になられた方々に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、すべての被災者そして被災農家の方々にお見舞いを申し上げます。最初に農業被害対策について質問します。台風19号では38の都府県で農業被害が発生しました。今年8月以降の一連の大雨台風で農業被害は実に1701億円にも今上っています。すでに営農を断念した方も出られています。ここで大事なことは、大臣が所信で述べられたように離農者を出さないことであります。そのためには農家の収入を途絶えさせてはならないということであります。稲作なら来年の田植えに間に合わせる、もし営農が再開できないというのであれば収入ゼロ期間を作らない、そうした収入対策を取ることが求められると思いますけれども、江藤大臣の決意をまず最初にお伺いしたいと思います。江藤大臣。私も長野に行かせていただいてですね、もう完全に2丁分までリンゴ園を拡張したのに全部やられてしまったと、これで会食したって数年は収入がないというようなお話も聞かせていただきました。確かにこの間の収入をですね、全部保証することができれば、まあ、得られるであろう利益がですね、まあ、収入が保証することができればこれ以上のことはないと私自身も思いますがですね、例えばいろいろ省内で議論しますと、農家一軒一軒検討するとですね、ある人間はですね、まあ共済に入っている、ある方は入っていない、そしてまあ数は少ないですけど中には収入保険にもう加入していらっしゃる方もいる、下手をするとですね、収入保険に入ろうと思ってたから米のならしを今年やめちゃったと、で今年だけ端境期で米のならしもないし収入保険もないんだよというような方もおられました。ですからこういう対策をするときにはですね、まあ、不公平感ってやっぱり先生あるじゃないですか、まあ、自分で保険をかけている人、それから共済に入っている人、そういう方々と全く何もしていない方が、まあ、同等というのはですね、まあ、財政規律上なかなか難しいと思います。しかし例えばその果樹園なんかについてはですね、会食する期間について4年間、まあ、22万円のいわゆるその畑の手入れをする 農薬とか施肥をやるとか、そういう4年間に22万だけですから、まあ、お金はありますけれども、それではとても営農意欲を維持できないというふうに強く感じています。ですからそこからもう一歩二歩踏み込んでですね、何ができるのかやろうということでですね、今省内で検討しておりますが、正直なところ財務としっかり協議もしなければなりませんので、今の具体的なことがお答えできないことはお許しをいただきたいと思います。委員長。田村君。一昨日長野県に行ってまいりました。千曲市長野市で、リンゴの被害を、まあ、見ました。果実被害の 98% ぐらいをリンゴが占めるということであります。生産者からですね、新和化栽培用のですね、苗木を急いで、確保してほしいという要望等々、いろんな被災地でいろんな要望が上がっているというふうに思います。農水省の皆さんにですね、ぜひ被災者に寄り添うことは当然です。で被災者に寄り添うとともにですね、被災自治体、被災者、それから農業関係者からの切実な要望をですね、聞き、それを実現すべく全力で当たっていただきたいと、要求しておきたいというふうに思います。それから大臣、共済に入っている方、入れてない方の均衡性もありました。で共済なんですけどね、やはり未曾有の災害を予期することはもう難しかったと、でそれから共済掛け金が高くて払うことができなかったという現実もあることはご承知おきいただきたいと、その意味でね、やっぱりハウスのですね、再建に共済未加入者はやっぱり相当の自己負担、これ3割ですよね。千葉県のトマト農家でも聞いたんですけども、3割の負担が発生するところもあるということであるならば、負担の引き下げにですね、やはりここは支援策を打つべきではないかと思いますけども、農水省いかがですか。横山経営局長。お答え申し上げます。
まず農業ハウスの再建修繕ということにつきましては、強い農業担い手作り総合支援交付金の被災農業者支援型を発動いたしまして、共済未加入の方にあった事業費の3、10分の3ということで、支援をしているということでございます。それに加えて各県によりまして地方でもまたいくらかそれぞれ負担をされているということでございます。ただその部分について共済に加入している方と加入していない方、これを同等に扱うというのはやはりモラルハザードの問題もあって難しいということであります。他方で園芸施設共済の掛け金が高いんじゃないか、こういうご指摘がございました。その部分についてはですね、我々としてもいろんな選択肢カバーを大きくして掛け金が高いものとか、カバーは少し時間低くなるんだけれども、その代わり掛け金が安いオプションといったものも新たに導入しまして、なるべく多くの方がですね、それぞれの経営戦略に基づいて選択をしていただけるようにということでやっているところでございます。加入者の掛け金の負担軽減を図りつつ、産地でですね、集団的な加入、これをぜひ進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。田村君。自動車を生まない、この視点からですね、対策を前に進めていただきたいと思います。いろいろな問題があるんですけれども、丹精込めて作られたお米がですね、収穫後に農家の倉庫で水に浸かってしまったと、こういう光景をテレビ等で見たときに、本当に胸が締め付けられる思いをいたすところであります。もみとか玄米に対する支援を行うことはできないのでしょうか。端的にお答えいただきたいと思います。政策統括官。お答え申し上げます。収穫後に農家の倉庫などで保管されていたお米、もみ玄米、の浸水被害につきましては、任意共済の特約、さらには民間の保険で対応することが基本ではございますが、被災した、方々の声、先生方のご指摘も踏まえながら、保管中のお米が被害に遭った農家の営農再開に向けてどのような支援が可能か、現在省内、政府内で検討している最中でございます。なお収入保険に加入している方につきましては、保管していたお米が浸水被害を受けて販売収入が減少した場合につきましても補償の対象となることになります。以上です。田村君。まさか川がですね、決壊するというふうに思ってない方はいっぱいおられると思うんですね。で、河川が氾濫して水田に稲わらなどの漂流物が大量に堆積している問題、今日の委員会でも議論がありました。営農再開の大きな障害となっています。で、この対策として集積所まで撤去する費用は農水省が支援し、そして集積所から先の処理は自治体が行う災害廃棄物処理事業で対応するというふうに整理されているというふうに伺っております。で、これ自体はですね、前進であります。で、もう一つはね、自己負担を伴う問題です。稲わらの処理の新対策案にしても、それからハウス撤去の被災農業者向け強のであっても、それから瓦礫混じりの土砂ガラス片が混入した場合の災害復旧事業にしても、いずれにしても除去は行えるんだが、農家負担が発生する場合がありますよね。農家負担が発生する。で、営農再開にはですね、かなりの費用を要します。農家の負担が発生します。で、せめてね、やっぱり目の前の農地にある災害ごみや土砂の撤去ぐらいはね、農家負担でできない、農家負担でないようにすべきではないかと考えるんですけども、いかがでしょうか。安藤統括官。お答え申し上げます。これまで災害ごみや土砂の撤去につきまして、強い農業担い手作り総合支援交付金、これは国地方公共団体合わせて補助率は10分の6以上ということでございます。また災害復旧事業、これは激甚災害指定による国庫補助率の近年実績は農地で 96%、
などをそれぞれ実施してきたところでございます。さらに先生ご指摘のとおり、今般の稲わらの堆積に対応するため、環境省と連携し、圃場から廃棄物処理まで切れ目のない支援スキームを構築しているところでございます。引き続き農家負担を少しでも軽減できるよう、被災された方々に寄り添って必要な支援を実施できるよう検討していきたいと考えております。田村君。農水省の方から支援について検討の発言が続いたんですけれども、大臣もう一点だけ、やっぱりね、離農者を生まない、そのために営農を断念する人が出ないためには、今の制度を前に進めないと解決できないと思います。制度前に進めて離農者を生まないように頑張っていただけますか。大臣。先ほどもちょっと申し上げましたけれどもですね、その未収益期間を含めて22万円にプラスアルファ何かできないこととか、そういうことも含めてですね、そのまず今あるものでどういう対応が可能なのかということを被災された方々にしっかりご理解をいただいて、もう今あるものをちゃんと利用していただいた上でですね、それの上に載せるものが何があるのか、何ができるのか、しっかり省内で検討を進めてまいりたいと考えています。委員長。田村君。続いて日米貿易協定について質問します。時事通信が今月11日から14日に実施した世論調査で、日米両政府が合意した貿易協定について聞いたところ、評価しないが 30.9% で、評価する 29.3% を上回っています。日本農業新聞のモニター調査では、日米双方に有利と答えた方は 8% に対して、アメリカが有利と答えた方は 66% にも上っています。生産者はとても安倍総理が言われるようにウィンウィンなどというふうには考えていないわけであります。 TPP11、 日欧 EPA に続いて悪影響が強まると答えた方が 79% まで達しているわけであります。大臣にお伺いします。国民や生産者の多くが日米貿易協定を評価しない、あるいは不安に思っている現状をどのように受け止めておられますか。大臣。どのような理由があれですね、農家の方々が不安な気持ちになっているということについては極めて申し訳ないと思っています。しかしその合意内容につきましては、もう私の方からも重ねて申し上げませんが、例えば私のところは和牛生産のメッカでありますけれども、これによってですね、日米の合意によって枝肉の値段が下がるとは私は正直思っておりませんし、それから子牛の値段が下がるとも思っておりませんし、 TPP ワイドについても酪農製品を含めてしっかりアメリカ枠は設けませんでしたし、そういったことをですね、もっとちゃんと説明しなきゃいけないと思います。午前中のご質疑の中でもですね、その地方で農林省は説明していると言っているが、その酪農で一番忙しい時間帯に説明会を開いたって人は行きたくても行きませんよと、もうごもっともなご意見だと思いますんでですね、もう一度どのような説明をすることが必要か考えさせていただきたいと思います。田村君。先ほどの時事通信の、世論調査でどちらとも言えない、分からないという方が一番多くて 39.8% なんですよね。中身知ったらですね、これは大事やなと思われますよ。そしてね、これやっぱりね、おかしいよと思う方はね、増えてくると思いますよ。大臣今言われた牛肉の話ちょっとしたいと思います。日米協定で今のところ最も影響を受けるのは牛肉であります。政府の試算では牛肉は約230、ごめんなさい、政府の試算では牛肉は237億円から474億円の生産減少にあるとしています。まあ、この数字自体の信憑性の問題もあるんですけども、これは影響が出ること自体が大問題であります。現在でも国産の肩、バラ肉などの肉用の肉は、100グラムあたり、食肉用の肉は100グラム用あたり381円から383円であります。一方、同品質の輸入肉は251円から285円となっております。今でさえ国産牛よりも低いわけであります。これが関税引き下げでどうなるかといいますと、198円から224円まで輸入の値段下がってまいりますと。国産が380円台に対して輸入肉は198円、これでは畜産農家やっていけないのではありませんか。いかがですか。大臣。
どのような計算をされたのか、ちょっとまた教えていただきたいと思いますが、まあ、単純に我々の資産もそうですから、責める気持ちは当然ありませんけれども、関税が下がった分を係数値としてかけてですね、まあ、値段を出されているんじゃないかと思いますが、実際にその店頭価格というのはですね、例えばその通関手続きの費用や倉敷料や、それからシッピング、いわゆる輸送にかかる費用などはですね、全く変化がいたしませんので、そんなにドラスティックに、まあ、下がらないのではないかと思います。ちょっと私も自身で検証させていただきます。例えばですね、豚肉なんかについては、まあ、4.3% の重課税がいずれ、まあ、ゼロになるわけでありますけれども、私がその、ちゃんと事務方の方にですね、店頭価格でどれぐらい下がるのかということを調べさせたらですね、大体店頭価格でいうと2円ぐらいの影響しかない、 4.3% でですね、まあ、ですから今回下がる分 38.5% から26をかけると、3倍ぐらいになりますかということであるとですね、そんなに先生ご指摘のような凄まじい影響があるとは私は実は考えておりません。田村君。ドラスティックという言葉を使われたんですけども、大臣自身がそういうことを発言されているわけなんですよ。でこれね、価格はね、やっぱり暴落に近いような形でね、変化していきますよ。大臣はかつて TPP の参加に断固反対する立場でおられました。今日の委員会でも言明がありました。そして牛肉の関税引き下げに強く反対しました。2011年2月のですね、2月号の財界日本に、大臣はこのように、お話になっておられます。今国産の牛肉の肩、ももバラ肉が100グラムあたり約350円であるに対して、同等の品質の輸入牛肉はだいたい240円ぐらいです。それが TPP に加盟し 38.5% の関税がなくなると168円ぐらいになります。350円対168円、これは畜産農家にとって厳しいですよと、このようにおっしゃっておられます。私今言ったのと同じ考え方なんですよ。大臣極めて正確なこと言われている、そして正しいこと言われているわけです。350円対168円、畜産農家は厳しいですよと言ったんです。私は今380円台が国産で、輸入が198円まで下がると、 38.5% の関税が 9% まで下がるという前提での計算です。大臣もこれで発言されてたわけですよ。こうなってしまったら大変だと。こうした事態が TPP で強行されて、今からアメリカとの関係で同じことをやるんですよね。大臣がもともとおっしゃっていた、下がっていくの、関税が下がると私たちの食用の牛肉の値段というのは国産では大変な影響を受けるんだと、だからこの協定は大問題だと私は思うんですけども、大臣の過去の考え方に即してもこの協定認められないんじゃないですか。大臣、2011年というタイミングは総理とオバマさんの話がある前ですよね。そうですよね。あの時はもう完全に聖域なき関税撤廃で、関税はすべて取っ払ってしまうのだというのが私は TPP だというふうに自覚をしておりました。しかし私はですね、過去に自分で言ったことをですね、翻すつもりはありません。もう政治家は自分の口から出たことには責任を持たなきゃいけませんから。ですから、まあ、私の地元でもですね、まあ、お前は随分反対の論戦を張ったじゃないかと、それで県会議員の方々にもですね、私と一緒にみんなで自民党を出ましょうと言ったこともあります。会派の方々にですね、そういう過去の自分の言動を振り返るとですね、いろいろ恥ずかしく思うこともあり、忸怩たる思いはたくさんあります。しかし日本はですね、これまでの経済連携、いろんなことがありましたけども、関連対策で1兆3000億お金をつぎ込んでですね、まあ、畜産クラスター事業、産地パワーアップ事業、そういったものは着実に現場での競争力を強めています。私の地元でも繁殖母牛の数は今上昇しています。数が増えています。ですからそういった対策をきちっとやればですね、私がいつも地元で言ってたのは、経済連携協定をやればですね、無傷では済みませんと。無傷では、しかししっかり手当てをして、そしてその穴についてはですね、責任を持って埋めさせていただくことでお許しをいただきたいというふうに申し上げてきたところでありますので、まあ、先生のご指摘は
しっかり受け止めてですね、今後国内対策、関連対策等も立てなきゃなりませんので、やらせていただければと思います。委員長。田村君。対策を講じていく、それから大綱を、改定していくという話だったんですけれども、その対策大綱はですね、これまでも TPP 対策で4年やってきてるわけなんですよね。で、4年やってきてこの間どうなったかということです。国産牛、例えばこれ乳用種ホルスタインのオスですね、肉用の国産牛の、肥育農家はどうなっているか。2014年には5950個あったものが今2019年は4670個、810個も減りました。飼育頭数はどうか。過去最大110万頭だったのが年々年々減って、今80万頭を大幅に割る事態となっています。対策になっていないじゃないですか。輸出枠が増えるって話とこの国産牛肉肉用種の問題全然違うんですよね。対抗を見直してアメリカ産牛肉増加に対する対策となりうるのか。こうしたやり方で畜産農家は納得すると本気でお考えになっておられるんですか。肥育農家は減少している、そして飼育頭数は減少している、これ事実ですよね。これ以上対策を打つといってももう限界に来ているんじゃないですか。いかがですか。大臣。先生にご指摘いただいたのは、それはホルスの肉用種の話ですね。そうです、はい。まず酪農家の経営状況においてはですね、極めて、まあ、ホルスタインは乳を出させるということが一番の目的ですから、基本的に妊娠してくれればそれで乳は出るということで、まあ、ホルスを産ませるよりもですね、まあ、後継牛を作るという意味ではですね、性判別精液というのを使ってですね、なるべくメスを作るようにしています。しかし多くの酪農家は妊娠を目的とするということであれば F1 をつける、黒の種をつけるという行為をやって、まあ、F1 の値段が非常にいいわけですから、ですから一概にですね、その対策が不十分だったからホルスの肉専用種が減ってしまったというのはちょっと若干先生とは議論がかみ合わないかなと思います。私としてはですね、その例えばマルキンがございますけれども、マルキンは常にその乳用種に発動しているような現状もあってですね、農家もですね、後継牛を確保したいというそういう切実な思いもあってですね、判別精液の導入、それについては2分の1の支援を行っておりますし、あとは加えて、F1 に農家の自主的なご判断で種付けをされているというふうに理解しております。田村君。これ統計としてですね、事実として飼養頭数が減っていると、それから肥育農家が減少していると、対策を4年間打つ中でこういう現実であるということはこれ事実なんですよね。これ踏まえて今から対策対抗といってもですね、もう私は効果がない。生産基盤が台風によって大雨によってこれだけですね、危機的状況にあっているのに、これからまたね、輸入農産物を増やしていくといったら、これもモチベーションどころか将来を悲観する農家がどんどん出てくるんじゃないですか。世論調査にも現れています。食料自給率だってそうじゃないですか。 37% まで下がった。この食料自給率、今後アメリカとの貿易協定の下でこれが上がるという保証はあるんですか。カロリーベースで 37%、耕地面積は今 17.3 万ヘクタール、販売農家戸数は 46.7 万戸、この10年間で減りました。基幹的農業従事者は60万人も減少しているわけですよね。この上アメリカとの自由貿易協定を交わせて食料自給率は上がる見込みあるんですか。2025年に 45%、 この目標に到達するという確たる方策はどこに持ち合わせていますか。合わせてお伺いしたいと思います。いかがですか。通告してますよ。江藤大臣。非常に高い目標であることはまず最初に認めておきたいと思います。というのはですね、まあ、耕作放棄地が増えているというご指摘をたびたび受けますが、私の地元
だけではなくていろんな全国を見渡しますと、いわゆる生産効率のいい生産性の高い農地については逆に奪い合いになっているような現状も逆にあります。中山間地域も含めてですね、耕作が極めて厳しいところについてはやはり農地として今分別されているものが耕作を放棄されるという部分もあってですね、なかなか 37% から 45% に上げていくのは難しいかもしれませんが、今都会の若い人たちの中にもですね、随分田舎で頑張っていこうと思っている人がいます。私の地元にもですね、横浜から農業の経験は全くないけどもトマト経営をやってみたいと、で私の仲間の JA のトマト部会の連中がみんなで周りを囲んでですね、手取り足取り教えて、それでトマトを生産して、今じゃもう何年目になったかちょっと分かりませんが、しっかりとした農家にもう生まれ変わった人もたくさんいます。それから中山間地域でもですね、女性一人で就農して頑張っている女性もいます。ですからあらゆる施策を、まあ、政策はパッケージですから総動員をしてやらせていただければいいのではないか。そして何といっても、生産基盤を生産性の高いものに変えていく、土地改良であるとか基盤整備であるとか、そういったものについてはもっと積極的にやっていかないと、汗を流して力を打ち込んでもなかなかいい実りが得られないようなところではなかなか就農してくださいというのは難しいので、いろんな政策をパッケージで合わせて高い目標でありますが努力していきたいと考えています。田村君。大臣が言われたその、あのことはいいことなんですよ、周りで起こっていることは。しかしもう一減少に過ぎないんですよね。でそしてそのこれ以上に農家の大規模化コスト削減を押し付けることについて、どれだけのこうきつい思いになっていくかといったことを考えなければいけないと思います。今回の台風を含めて災害によって、日本の農業圏に大きな被害を与えて生産基盤が脅かされています。こんな中でね、一番影響のあるメガ協定、アメリカとの自由貿易協定を結ぶなんていうのはですね、やめるべきです。食と農業を脅かす協定案が農水委員会に諮られていないと、外務委員会で審議されるのはこれ良くないので、私としても農業委員会、農水委員会を含む連合審査を強く求めて今日の質問を終わりたいというふうに思います。終わります。